明日香藤原のキュートとその関連資産群の再来年の世界遺産登録を目指してきょう山下知事らが現地を視察しました県や橿原市明日香村などで構成する協議会では宮殿跡や仏教寺院跡古墳など合わせて20の遺跡などを飛鳥藤原のキュートとその関連資産群として世界遺産登録を目指しています きょうは山下知事らが構成資産である石舞台古墳や山田寺跡藤原旧跡などを視察しました飛鳥藤原の旧都とその関連資産群は2007年に暫定リストに登録され来年の世界遺産登録を目指していましたが去年7月に開かれた国の文化審議会でユネスコへの推薦は見送られ協議会では最短で再来年の登録を目標としています 世界遺産登録に向けては遺跡の価値を国内外に分かりやすく伝えることなどが課題となっていて山下知事らは現地を視察し協議会として共同で取り組むべき課題について意識を共有しましたこれから令和6年のユネスコへの推薦に向けてい,やいろいろやらなきゃいけないことがあるんだなということを改めて認識できたので非常に有意義だと思いました われわれがまずは知名度を上げるためにどう PR していくかというのもあるし、ああ、行ってよかったというふうに来てもらった人が口コミで広げてもらえるように、もうちょっとおもてなし体制の充実が必要じゃないかなというのは、率直に言って思いましたなお、協議会では、世界遺産登録に向けた推薦書の素案を来月末までに文化庁に提出するとしています。